ジアから世界へ、誇り高き日本代表。戦いの舞台へ一歩一歩踏みしめて進んでいきます。選手たちを送り出したザ・ケローニ監督、監督として初めてワールドカップの予選の指揮を取ります。長く続くアジアでの戦い、今始まりました。北朝鮮がゾーンを下げてブロックを作って守っています。岡崎に当てたボール、倒されました。柏木ルルニアサイドに飛び込んできた、スラした、スルーする形で飛び込んできました吉田。長いボールを最終ラインから送ってきました。このボール右サイドに入っている、これが注目の11番のチョン・イルガン、抜けてきた、あっとチャンスになった、日本危ない、シュートは外です、あっと上がってました、はい、その前から旗上がってきました。この北朝鮮の11番が山本さんご指摘のチョン・イルガン、まだ18歳の選手。強い雨になってきました。それから内山さん、風が舞ってますね。なるほど、ちょっと風向きを計算できるという状況ではなくなってきました。リが動く、そのリに来る、腕で落とす、左足得意の柏木の前、まあ、こういうことを繰り返していけばね、ゴールに近づいていくと思いますね。クロス入って岡崎、落とした、ホイッスルになりました、日本にファウルになりました。少し下げてもらう、ちょっとマーク遅れた北朝鮮、長谷部入ってくる、あ、一つリスクをかけました。そしてエンド入れる、シュートきた、右足の柏木、いや、岡田さん今のですね、柏木右に流れる、一度行きましたね、一度上がっていく、北朝鮮が少しずれる、いいボールが入ってきた、流した、オフサイドありません、日本のいい形のフィニッシュ。決めたかったね、カウンターで入って裏を取ったリー・タダナリ、初代表組と言いますか、初予選組も硬い雰囲気はないと思うんですが、ないですね、まあ、どうしても遠藤が今のポジションでしかまだ、あっと香川チャンスです、食べてシュート、狙い定めた香川のシュートを右に外れました。いいんじゃないですか、こういうくさびが入るワンタッチで一気にスピードアップする、素晴らしい攻撃だと思いますよ。長谷部、岡崎前向いて打ち台のパス、あールーズボールだった、チャンス日本、岡崎入ってくる、あっと柏木、あー利き足は左でした。下げる日本、柏木、ゴールが遠くなったところで前半終了のホイッスルです。大きく手をたたいて長谷部、チームを鼓舞してロッカーに向かいます。前半終わって両チーム無得点。後半が始まります。長谷部の前、少し対応遅れた長谷部、ミドルシュート打ってきた、枠を捉えました。まず立ち上がりの1分、逆サイドから駒野、左に張っていた香川仕掛ける、持ち出す、エリアに入ってくる、ミドルシュートをチャンス、ラストパスか、飛び込んでいきました、打たずに、いや、パスだと思いますよ、はい、はい、素晴らしいアイデア。ポジションの取り合いで日本の選手が倒れました。そしてイエローカードが出ます。センターバックキャプテンのリー・グアンチョン、両チームついて最初のイエローカード。あートップ下のパク・ナムチョルに変えて、この186cm 長身のパク・カンリュを入れてきました。柏木が下がって清武、おそらく清武はサイド、このコンビなんですよね、10番11番、はい、あっとヤンヨンギ、危ないところでした。ヤンヨンギ、日本にとっては要注意の右足、ファーサイドに入ってくる、ヘディングシュート、危ない日本、またパク・カンリョン、
ルースボールを入れる、速いボールできました。スローインです。いやよくついたな、今危なかった。この右サイドから韓国戦2つアシストがありました清武。清武の前ワンタッチで来る、香川入ってくる、チャンスだ日本。こぼれた、まだあります。送ってきた、ミドルシュート、チャンス、シュートだ、と北朝鮮の選手コースに入りました。清武のミドル防がれました。いや素晴らしいプレーだったと思いますよ。日本早めのセットプレーです。ショートコーナーを入れる、後ろから内田、スペース出る、オフサイドありません。香川ヒールで落とす、後ろから清武、今度は枠を捉えられませんでした。清武シュート早くも2つ。香川、駒野仕掛ける、クロス入る、あっと、北朝鮮相手に特別な思いで臨んだリー・タダナリ、そのリに代わってハーフナーマイク、甲府で今シーズン11得点、高さを持つ、そして懐の深いポストプレー、いきなりチャンスを作る、岡崎、後ろから長谷部、かわす、足が入った、フリーキックのチャンス。今壁が低い選手が立ってるんで、はい、上抜きやすいんじゃないですかね、中央が高いんで。遠藤狙う、わずかに外れました。いや遠藤の狙いは、はい、あそこを見せかけておいて、チャンスだ、長谷部来る、香川へハーフだ、クロスバー、クロスバーを叩きました。大きく吠えましたハーフナー、しかしシュートはクロスバー。内田のスペース空いている、日本カウンター要注意、そこを長谷部が締める、そしてそのまま持ち上がる、素晴らしい、クロス送ればチャンスになる、狙っていきました、コーナーキックです。日本コーナーキックが始まっています。オフサイドありません。香川チャンスになった、浮かせた、後ろからシュート、シュート、枠を捉えていましたが、またコーナーキック、中盤で引っ掛けられて奪われた。手元の集計では日本後半のシュート10本、あーっと交錯、あーっとレッドカード、北朝鮮10番途中出場18歳、パク・カンリョン一発レッドで退場。後半の間もなく38分、北朝鮮10人でのプレーになりました。遠藤に対して、あスパイクの裏を向けてのプレー、遠藤、長谷部、速いボール、岡崎、素晴らしい狙いもだったけどな、はい、ゴールキックです。チョンテスがそのまま強引に狙ってきました。元チームメイト川島しっかりキャッチ、よく敵のコーナーキックで変えるよね。そうですね、1人少なくて、ハーフナーのこぼれ球に今香川はポジションを取ろうとしています。そして岡崎はその後方、ハーフナーの前、落とす、香川の前だ、岡崎追い返す、46分30秒、まだ時間はあります。駒野入れる、ハーフナー相手を下げて、清武入ってきた、香川の前シュート、ディフェンスに塞がれてしまいました、香川のシュート。試合を決定づけるゴールは見えていますが、北朝鮮立ちはだかる壁、遠藤入れる、ニアサイド流す、フリーランシュート、入ってない、いやゴールは入ってないです。ミドルシュート、今度のミドルシュートはいいね、まだありますよ、まだあります、はい、長谷部仕掛ける、ドラストと、このシュート、これも弾かれた、微妙、すごい、まだあります、47分間もなく40秒、これ、はい、最高のヘディングだったと思いましたけどね、もう一押しです。清武が入れる、ハーフナーの後方、フリーの遠藤、相手を揺さぶってクロスが入る、ヘディングはこぼれた、
コーナーキックです。北朝鮮に当たっています。もう内田も前線まで飛び込んでいます。いやもうこの気持ちですよ、はい、48分経過、50分になるまでまだ試合が続く。長谷部切り返して清武入れる、ボールが来た、シュート、これ吉田麻也、はい、この時間帯に清武ですよ、アシスト、窮地に追い込まれた日本を救いました。若い2人、いや岡田さん、はい、これがワールドカップ予選なんですね。いやこれ結果的にまあこのまま勝つと思いますけど、最高の勝ち方ですよ。まもなく51分になります。まだプレーは続きます。日本最後まで集中を切らせてはいけません。交代しようのハーフのディフェンス、いやこういうプレーは本当に勇気づけますよね、チームを。その瞬間にタイムアップのホイッスル、日本貴重な勝ち点3。苦しみながら3次予選の初戦北朝鮮を相手に1対0、勝ち点3をもぎ取りました。最高の形で埼玉スタジアムが今ボルテージを高めました。